マラムバカイサニャマラムバカイサニャはギニアビサウの政治家、政治学者、第8代大統領を。1999年5月14日から2000年2月17日まで大統領代理を務める。2009年の6月から7月に行われた大統領選挙にて次期大統領に当選し、同年9月8日に就任した。サニャはギニアカーボベルデ独立アフリカ党の古くからの 党員であり、ガブ州及びビヨンボ州知事、各種大臣を歴任し、1994年に国民議会議員となる。内戦によって、ジョアン・ビエーラ大統領が亡命した後、大統領選挙が実施されるまでの大統領代理に指名された。1999年11月28日に実施された大統領選挙の一時投票では、 サニアは23.37%の得票率で2位であった。2000年1月16日の決選投票では、クンバヤラ候補の72.0%に対して、サニアは28.0%しか得票できなかった。2003年の軍事クーデターでヤラが失脚し、暫定政権に移行した後、2005年6月19日に、大統領選挙が実施され、三人の元大統領、 が、有力候補に上がっていた。サニャは PAIGC の代表として出馬し、一時投票では35.45%を、得票して1位、元大統領のジョアン・ビエーラが28.87%で2位であった。しかし2005年7月24日の二次投票では、サニャは過半数を獲得することができず、ビエーラ候補に敗れた。 2009年6月28日の大統領選では、一時投票で半数を超える候補者がいなかったため、サニャと野党 PRS 党首のやら元大統領による二次投票が2009年7月26日に行われ、サニャが63.52%の得票率で大統領に選出された。2012年1月9日、フランス共和国の首都パリの病院で死去。 64歳坊津、ありがとうございます。